で、あの、この間それで、まあ、この間山崎恭介が、前方全日本があって、で、うちの動画で初めて名前出すんやけど、あの、山崎恭介が痛いよね。で、それでフリーポーズが始まろうとした時に、こう、端っこで行こうと思ったら、ピュッて戻ったんよ。戻ったんけ。で、あ、この時初めて、あ、山崎恭介、あ、ボディビルダーなんやなって。やっぱこう、ちゃんとモラルがそういうところになってるんやなって、ちょっと見直したんよねって言ってて。まあ、初めてそこで名前出してもらった感じだったんですよ。どうですか、わかります？なんとなくなんかわかりましたね、話し方の雰囲気が。ないよね、優しそうな感じですね。そうです。ないよね。で、あとその隣にいるあのこんがり、あの若いこんがりメガネの、あー、何くんだったっけ、東くんはもうずっとあの YouTube でこれですね、もうずっと。あ、ちょっとちょうど、あれ俺のこれだっけ。あ、足がガクガクいってる。持ってきておいてよかった。アイテムが、あ、ごめんなさい。これがあの、まあ、こんがりイコール僕の動画では生焼けっていう名前でやらせていただいてるんですけど、これがあの彼専用のメガネで、で、こうやって普段話さないんですよ、彼全く。で、去年のあれ、なんか広島連盟のなんか言ってたじゃないですか、動画、はい、動画で彼ブチ切れてたみたいで、ずっと終始これです。終始これで、で、今年、まあ、もうなんかあったみたいで、そのスポルテック、あ、はいはい、で、なんか直接も、あ、彼もメンタルバゲモンなんで、うん、こうやって急に、はい、じゃあここから私が話させていただくんですけれども、今からですね、私が流すのは、まあ、スポルテックに行った時にっていう、彼なんかやっぱり、すごい頭回りそうな、そうなんです、やっぱ元公務員らしくて、で、それでまあ、あっちの広島公務行ってって感じで。で、隣にいる、伊藤ハム、うん、ニックさんに関してもずっと眠そうに眠そうにしてるんで、っていう、まあ、のもやったりしてますね。ユーザーですね、並みにビビりましたね。ステロイド使ってますよね。それにとってはそれぐらい、それぐらいドキッとしますね。あ、そうなんだ。はい、やっぱり一気に上がっちゃうじゃないですか、わかります？っていうのもあって、ただまあ自分やたらチック症なんで、それもずーっと意識してるんですよ。ひどいよね、これ。でもあれだね、やっぱり編集がそういうセンス出るもんね。ですね。やっぱりね、はい、面白くないぞ。そういうとこなんだね。ひどかったよね、俺高校時代チック症とか。瞬きとか。うん。瞬きとか、あとここ。ずっとやっちゃうんですよね。ずっとなんか面白いことしてるのに、お前緊張してるやんみたいな。野球のバッターボックスが立つと、自分レギュラーだったんですけど、立つとそうなっちゃうんだよ。ずっとで、ずっとクラスメイトバレするんですよ。そっちの方が面白いって、笑わせるよりもそっちの方が面白いっつって、はい、俺だからいいけど他の人絶対出たりすんだよ。そうだね、しょうがないもんね。俺はこのメンタルだからいいけど、他の人でそれやったら一生傷つくからマジでやめとけって言って。高校の時からね、なんか、ね、そうなんだね、はい、いいね。わざわざ名古屋まで来ていただいて。って感じで、すみません、なかなかと。そっか、そんな若いと思わなかった、まだ。あ、本当ですか。25だもんね。いくつ、やっぱここで。いや、そうじゃないけど。もう8とか、はい、10ぐらいかなと。え、でもそんな変わらないの。でも25って結構若いよね、まだ。25は若いね。
でも28っていうのも大して変わらないね。いやでももう30前じゃん。本当？20代後半って結構いろんなね、はい、人生の転機。そうですね。急に出世する人もいるし、はい、頑張ってください。頑張ります。来年ノービス出るときは5月なんで、誕生日がその時はもう20、あ、まだ25だ。結婚まだね、してない。